おまんでございます。サブルトお酒店晩酌151へ、今夜も佐渡島からお送りします。晩酌151へにしましょうということですか。今日から12月、いよいよ忘年会のシーズンということで、まあ酒を飲む機会がますます増えて、量も増えて、うちでやる何倍もつことはねえか、飲むことになるかと思いますが、くれぐれもご注意ください。飲みすぎにはご注意、だから車の運転なんかはもってのほかです。気をつけてください。今日はもうみぞれ混じりの雪、雨雪通用までみぞれ混じりの雨混じりのみぞれが降って、慌ててタイヤを変えて、でちょっとおやりしておりますが、まあタイヤが変えたからっつって油断はできません。スピード、速度を落としてゆっくり走る、それから歩行者に気を使うとか、夕方の、早めの点灯というか、まあライトをつけることなどなど注意して、安全運転で行こうじゃありませんか。俺も今度の、2月、誕生日が来る2月でやっとなんだゴールド免許になります。スピード違反で捕まってから早何年なんだろう、かなりの年月経って、これ以上もう青免許はゴリゴリですから、なんかこう安全運転でずっとやっていこうかと思うんですけど、皆さんも安全運転心がけましょう。すると飲みすぎにはくれぐれもご注意ください。はい、そしてまあ晩酌は1合と1つの餌ぐらいで軽く終わらして、早めに寝ませんか。今日はもう11時半ですけども、まあここに横に美味しい酒を置いておりますが、まあそれは次のあの投稿ということで、今日はこのぐらいにして一旦終わります。安全運転で飲みすぎに注意して、最後1ヶ月皆さん頑張りましょう。以上、佐渡伊藤酒店の晩酌151へでした。